今日は今年3月に秋田市無形民俗文化財に指定された三光熊野神社の獅子舞行事を紹介します。これは牛島地区のおよそ400軒の家々を1月の寒の入りから小正月にかけて獅子舞が厄払いや家内安全などを祈願して巡行する行事です。この行事は江戸時代から続くと考えられています。しかし明治から昭和初期にかけて行事が一時衰退し途絶えた時期もありましたが、昭和13年地元の青年らの手によって復活。今は三光熊野神社獅子舞保存会が組織され、行事の運営のほか地元の子どもたちへの継承活動などに取り組んでいます。現在使用している獅子頭は平成6年に角の伊達の職人によって製作されました。それ以前に使用していた獅子頭は江戸時代に製作されたものと言われています。獅子頭の額には秋田藩主佐竹家の家紋である5本骨付き丸扇紋が施され、歴史的な資料としても非常に価値のあるものです。獅子舞の訪問を町内に知らせるのが囃子方。笛や太鼓、すり鐘を使って曲を奏で練り歩きます。家々では獅子舞を迎え入れ、玄関や座敷で待ってもらい、獅子の挿絵が入ったお札を受け取ります。来て獅子舞やってもらえば、あ、まず一年のあれが始まったなという、また今年もまた良い年が来るように、まずそういうふうにお願いしてます。あ、来てくれたな、今年も一年いい年になるんでないかなっていう前向きなそういう気持ちになります。市指定文化財の指定はその価値が評価されたもの。今年3月、行事を守り伝える獅子舞保存会の猪田会長に指定書が手渡されました。若い人がこれからまた入ってきてくれれば嬉しいですね。家々の厄を払いながら末永く続けていきたいと思っています。これは獅子舞保存会の有志の皆様方が戦後ですね、復活させてから長年苦労して続けてきた伝統行事ですので、これを契機に励みとしてですね、後世にまた伝えていってほしいなと思っております。当然無形の民族文化財ですので、人がいなくては伝わっていかない行事でありますので、なんとか後輩っていうかね、後進の方々に受け継いでいけるように我々も努力していきたいなと思っております。牛島地区で新年の始まりを告げるこの行事が、これからも地域で大切に受け継がれるといいですね。